お次はご当地キャラ総選挙で見事3位入賞のフォトちゃんとことみちゃんです。どうぞ。はい、ゆっくり、よいしょ。はい、フォトちゃん、いい感じ。はい、オッケーオッケーオッケー。はい、ストップ。それではことみちゃんもよいしょよいしょしてもらって、ここでお話をお聞きするのはフォトデンの白川さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、フォトデンのフォトちゃん、ことみちゃんです。よろしくお願いします。先ほどもご紹介ありましたが、青いフォトちゃんご当地キャラ総選挙で1位ふなっしーに、岡左衛門の次に続きまして全国第3位に入賞することができました。ありがとうございました。はい、このことちゃん、ことみちゃんなんですが、よくペンギンと間違われるんですが、背びりがありまして、イルカさんです。あ、このみちゃん、ありがとう。はい、ことちゃんは大好物がですね、さすが香川県といいますか、うどんでして、うどんのちょっと食べ過ぎでぽっこりお腹が気になるんですが、ことちゃん、いかがでしょうか。ちょっと自信満々にアピールしておりますが、はい、フォトちゃん、ことみちゃん、この2人はですね、おととしですね、こっぴらさんで結婚式を挙げまして、夫婦です。フォトちゃん、どうですか、今日のイベントは。みんな来てくれてますが、はい、みんなにとても会えて嬉しいです。またもっといっぱい遊びたいです、ことことと言っています。ことみちゃん、どうですか。はい、みんなとですね、記念撮影で遊んだりしてとても楽しいです。またですね、ことでんではですね、一番向こう奥の方にですね、ミニ SL ミニ電車のイベントも行っております。こちらも一緒にですね、来ていただければと思います。またミニ電車ミニ SL のお乗りいただいたですね、小学生のお子様にはですね、帰りの際の、無料の子供切符をお渡ししておりますので、ぜひミニ電車ミニ SL に乗ってお帰りいただければと思います。まだことでんとしてはですね、11月3日になるんですけれども、電車祭りを仏性山工場で行います。その際にもこのことちゃん、ことみちゃんが来ますので、ぜひご参加いただければと思います。これからまたもうちょっとお散歩しますので、よろしければことちゃん、ことみちゃんと遊んであげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ことちゃん、ことみちゃん、そしてことでんの瀬川さんでした。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ね、みんなね、ペンギンに間違えるって言いますけど、イルカだもんね。はい、ではことことお帰りください。よいしょ。さてさて、ことちゃんとことみちゃん、一緒